2018年公開のイギリスラトビア合作映画。13世紀、バルト海沿岸のゼムガレにドイツの十字軍が侵略した実話をもとに作られたアクション映画。13世紀、ヨーロッパはキリスト教支配下にあった。現在のラトビア南部に位置するゼムガレには異教徒の民族ゼムガレ人がおり、これをキリスト教に回収させるべくリボニア体験騎士団が派兵。 戦闘となったザウレの戦いが、時代背景となっている。英大ザペーガンキングは、直訳すると、異教徒の王の意味。ラトビア語の現代ナメジャグリーズンズは、ナメへの指輪を意味し、現代のラトビアの一般的な見上げ品ともなっている。ティシュルベテジョーアト地主人公のナメイシスは、1272年から1281年、頃、ゼムガレの公爵として歴史に登場する人物。 1272年、ゼムガレの貴族の一人として、リボニア大剣騎士団及び、リガ大主教と同盟を結ぶ。1279年、ナメイシスはリトアニア大公国のトライデニス公爵と同盟を結び、ゼムガレ人を率いて十字軍に対して反乱を起こした。ティシュルベテ城にあるリボニアの守備隊を倒すことに成功した。その後も攻防を繰り返すが、 1281年リボニアが大軍で攻めてくると、ナメイシスは平和条約を締結、ティシュルベテの土地は守られる。条約後、ナメイシスはリトアニアに向かい、トライデニス公爵と共に十字軍と戦うがそこで、彼の記録は途切れるため、戦死、死亡したと推定されている。アレクサンダー・グリーンの1931年の小説、ナメジャク・リーズンズに描かれるが、 これはいくつかの歴史的事実をもとにしたフィクションである。ラトビアの一般的なジュエリー、ナメースリングナメースリング、ナメイスの指輪は、ラトビアの伝統的なジュエリーであり、自由、独立、ラトビアらしさの象徴が込められている。ゼムガレの王ナメイスの名が冠されているが、最初のリングが作られた12世紀には、彼はまだ誕生していなかった。1920年代に、 考古学者がリングを発見し、そのほとんどが古代ラトガリアの土地で見つかり、ナメイスがナメイスリングとは何の関係もなかったことが証明された。ラトビア銀行によると、12世紀から15世紀初頭にかけてバルトの部族が住むすべての地域でこのタイプの指輪が広まり、主に女性が身につけていた。1930年代にダグマル城跡地でこのタイプの2つの指輪が発見され、 複製が作られ、人気を博した。この指輪がナメイスの名にちなんで名付けられたのは、アレクサンダー・グリーンの小説、ナメジャ・グリーズンズと、ルドルフ・リベルツの肖像画に由来している。2009年に発行された一ラッツ効果。右側に、ナメイスリングが刻印されている三つのねじれた銀色の部分は、ラトビアを構成するクルゼメ、ビドゼメ、 ラトガレの古代ラトビアの土地の統一を象徴している。2009年にはラトビアの紅海一ラッツに刻印され、2014年のユーロ統一まで使用された。13世紀、バルト海沿岸のゼムガレ人たちは独自の神を信仰していた。ゼムガレの青年、ナメエは仲間たちと共に幸せな日々を送っていた。しかし、ローマ教皇の息子マックスは、 ゼムガレの王となる野心を抱いており、ゼムガレ人をキリスト教に改修させることを名目に、十字軍を率いてゼムガレへ向かう。ゼムガレについたマックスは陰謀を巡らし、ゼムガレの王を密かに独殺する。マックスは代々受け継がれてきた王の指輪を継承し、ゼムガレ王になろうとするが、王は精錬潔白な青年、ナメエに指輪を託す。隠して名名は、 民間人から人世にして王となった。これに不服なマックスはさらに陰謀を巡らし、全王の毒殺をゼムガレの他の部族長の仕業とし、ナメイラと共に他部族に攻め込むが、そこで本性を表しナメイラを捕らえる。捕らえられたナメイは本国に移送される戦中で、たった一人で十字軍の兵士を殲滅し、ゼムガレへと向かう。ゼムガレの本拠地では、 マックス率いる十字軍が攻め上ってくるが、ナメエが帰還し、戦闘となる。数的に劣勢なゼムガレ人たちは、本拠地を追われるが、ナメエは王族しか入れない、神聖な地へ民衆と共に向かう。民衆も、側近のバルディスでさえも、幸福論を唱えるが、ナメエは幸福するなら戦って死ぬ道を示す。民衆らは、ナメエに従うが、マックスと通じていた。 バルディスだけは裏切りその場を立ち去る。名名たちは決戦の準備を整える。作戦は十字軍を沼地に誘導し、縁幕を張りかっこ撃破するというもの。さらにマックスが狙う王の指輪を複数作り、民衆の指にもはめさせた。翌朝、マックス率いる十字軍の総攻撃が始まるが、女子供も,も含むゼムガレ人は総勢で立ち向かい、敵兵を、 かっこ撃破していく。マックスは王の指輪を探させるが、複数の指輪が見つかり、本物との区別がつかない。指輪に固執するマックスは、メ名を見つけるが、メへの安全にある、底なし沼にはまり溺死する。隠して名名へ率いるゼムガレ人たちは勝利する。エンドロールにて、今日では、土産物としても売られている、ナメイスの指輪は、誠意と勇気。 自由を表す指輪として語り継がれていることが示される。ありがとうございます。